ワシントン DC の空からの景色ワシントン DC の歴史では主にアメリカ合衆国ワシントン DC となった地域が首都として指定されてからの歴史を解説する。公式にはコロンビア特別区として知られるワシントン DC の歴史は首都としての役割の歴史でもある。ポトマック川に沿ったその場所はジョージ・ワシントンが首都にすると選んだところである。 米英戦争の時は、ワシントン焼打ちと呼ばれる攻撃にあった。首都として戻されてからは、ホワイトハウスや議会議事堂など多くの公共の建物を再建する必要があった。1901年のマクミラン計画で、ナショナルモールを作ることを含み中心街の再生と美化が進み、多くの記念碑や博物館が作られた。 1862年4月16日に特別区内の奴隷制が廃止されたが、1950年代までは人種差別が残っていた。20世紀初期にユーストリート回廊がアフリカ系アメリカ人文化の重要な中心として機能した。人種差別撤廃後も人種問題による緊張感は高いままであり、1968年の マーティン・ルーサー・キング・ジュニアンサで大きなワシントン暴動が引き起こされた。暴動の後は特別区内の多くの場所が破壊されたままとなった。ワシントン地下鉄が1976年に開通し、1990年代後半から2000年代初期にかけての再開発によって多くの地域が活性化された。アメリカ合衆国憲法第条第8節により、 この特別区は連邦議会の排他的立法の下に置かれた。このために住民は議会における代表権がないままにされた。1961年に批准された憲法修正第23条により大統領を選ぶ選挙人を選ぶ権利が与えられた。1973年のコロンビア特別区事地法により市議会議員や 市長の直接選挙を含め地元政府に諸藩の支配権が多く任せられた。考古学によれば、約4000年前にアナコスティア川周辺の地域に先住民族が住んでいたことが示されている。1608年、ジョン・スミス船長がこの地域を探検した最初のヨーロッパ人となった。当時、ポーハタン族がポトマック川の南に住み、 またピスカタウェイ族と呼ばれるアルゴンキンゴ族が北岸に住んでいた。ヨーロッパ人開拓者はその後の数十年間に到着し、先住民を西方に追いやった。この地域には2つの町が発展し、これがコロンビア特別区の母体になった。アレクサンドリア市は1749年に設立され、ジョージタウンが最初に入植されたのは1751年だった。 オールドストーンハウスはジョージタウンにあり、この区内では最古の現存建築物である。1781年3月から連合規約に基づく政府と連合会議がフィラデルフィアに置かれた。1783年6月、怒れる兵士たちがボートとなって、アメリカ独立戦争中の従軍に対する給与を要求し、インデペンデンスホールに集まった。 議会は、ペンシルベニア国知事ジョイン・ディキンソンに、民兵の召集を要請し、抗議者の攻撃から議会を守らせた。これは1783年のペンシルベニア暴動と呼ばれ、ディキンソンは抗議者に同情し、フィラデルフィアからの彼らの排除を拒否した。その結果、議会は1783年6月21日に、ニュージャージーのプリンストンへの逃亡を余儀なくされた。 ディキンソンが国家政府の機関を守れなかったことは1787年のフィラデルフィア憲法制定会議で議論の対象になった。それゆえに大議員たちはアメリカ合衆国憲法第1条第8節で議会に次の権限を与えた。ジョアル州が譲渡し連邦議会が受諾することにより合衆国政府の所在地となる地区に対していかなる事項に関しても 独占的な立法権を行使すること。要塞、武器庫、造兵賞、造船所及びその他必要な建造物の建設のために、それが所在する州の議会の同意を得て購入した区域すべてに対し、同様の権限を行使すること。ジェームズ・マディソンは、ザ・フェデラリスト第43号の中で、国家の主とはそれ自身の維持と安全を備えるために、 州とは区別される必要があると主張した。しかし、憲法では、新しい特別区の具体的な場所を指定していない。メリーランド州、ニュージャージー州、ニューヨーク州を呼び、バージニア州からの提案はすべて国家首都のために、領地の提供を申し出ていた。北部の州は、首都が国内でも著名な都市にあることを望んだが、当然ながら、そのような都市は北部にあった。 反対に、南部の州はその農業に基盤を置き奴隷所有者の利益の源泉に近い場所に首都があることを望んだ。新しい国家首都としてポトマック川周辺の場所を選ぶことが、ジェームズ・マディソン、トーマス・ジェファーソン及びアレクサンダー・ハミルトンの間で合意された。ハミルトンは独立戦争の間に各州が負った。負債は、連邦政府が引き受けるべきという提案をしていた。 しかし、1790年までに、南部州はその海外負債の大半を召喚していた。ハミルトンの提案は、実質的に南部州が北部州の負債を負担することを強制する意味があった。ジェファーソンとマディソンは、この提案に同意したが、その見返りに、連邦首都を南部に置く案で働きかけた。 1788年12月23日、メリーランド州議会は特別区に土地を割上する法案を成立させた。バージニア州議会も1789年12月3日に続いた。1790年7月6日の居住法の署名で、この地域は10マイル四方を超えず、ポトマック川の東支流川口とこの後チェックとの間に、 高級的な政府首都を置くことを義務付けた。首都設置法では、アメリカ合衆国大統領が、首都の場所を実際に選定できるとしていた。しかし、ジョージ・ワシントンは、その特別区の中に、アレクサンドリアの町を含めることを望んだ。この条件に合わせるために特別区の領域は、ポトマック川東支流川口より、下流の地域にまたがる必要があった。 合衆国議会は1791年に首都設置法を改定し特別区にアレクサンドリアを含むことを認めた。しかし議会議員の中にはワシントンとその家族がその家とプランテーションがあるマウントバーノンから上流7マイルアレクサンドリア近くに資産を所有していることを指摘する者がいた。それゆえにこの法改定は ポトマック川のバージニア州側に連邦政府の建物を建設することを禁止する条項が含められた。最終的な場所は船で航行可能な内陸の最上流点であるポトマック川幕府船のすぐ下流とされた。そこにはジョージタウンとアレクサンドリアの港が含まれた。 しかし特別区を制定する過程で、その特別区の中心部に650エーカーという広大な土地を所有するデイビッド・バーンズのような土地所有者からの強い反対という新たな挑戦を受けることになった。1791年3月30日、バーンズやその他18人の重要な土地所有者が折れて、ワシントンとの合意書に署名し、 公共の用途に供される土地は保証されること、残りの土地の半分は領主たちに配分され、他の半分は公有地とされることになった。首都設置法に従い、ワシントン大統領は1791年に3人の、委員、トマス・ジョンソン、ダニエル・キャロル及びデイビッド・スチュアートを指名し、特別区と首都となる都市の計画、設計及び、資産の取得を監督させた。 1791年9月、3人の委員は、特別区の名前を、ザ・テリトリー・オブ・コロンビアとし、首都の名前を、ザ・シティ・オブ・ワシントンとすることで合意した。3人の委員の一般的監督家の作業と、ワシントン大統領の指示で、アンドリュー・エリコット少佐がその弟のジョセフ・エリコットや、アイザック・ブリッグス、ジョージ・フェンウィック及び、アフリカ系アメリカ人。 ベンジャミン・バネカー等を助手に1791年から1792年までバージニア州とメリーランド州にまたがるコロンビア特別区の境界を測量した。この測量はアレクサンドリアの南ハンティングクリークとポトマック川の合流点にある岬ジョーンズポイントから始まった。この測量チームは首都設置法が承認する100平方マイルを完全に 含む地域を正方形で囲った。正方形の各辺は10マイルだった。正方形の角を結ぶ対角線は南北と東西に走った。南北軸は現在17番街と18番街の間にあり、東西軸はコンスティチューションアベニューとシートーリの間にある。正方形の中心は大統領公園南のザエリプスの西、米州機構本部の敷地内にある。 測量チームは正方形の各辺上1マイルごとに左岸の境界石を置いた。この境界石の多くが今も残されている。南角の境界石はジョーンズポイントにある。西角の境界石はバージニア州アーリントンの西角にある。北隅の境界石は16番街の西、メリーランド州、シルバースプリングに近い東西幹線道路の南にある。 東角の境界席は、サザンアベニューとイースタンアベニューの交差点の東にある。1791年初期、ワシントン大統領は、ピエール・シャルル・ランファンを指名し、特別区の中心となる土地に、ポトマック川北東岸とポトマック川東、支流北西岸の間に来るよう真摯の都市計画を、考案させた。ランファンは、最初の都市計画である、 アメリカ合衆国の高級的政府所在地となる都市の計画を作成し、軽度0度とした、四五線上にある丘の頂上に建てるべき、合衆国議会議事堂をその格子の中心に据えた。広い斜め方向のアベニューには後に、州の名前が付けられ、格子を作った。斜めの広いアベニューと狭い南北と東西の通りの交差点には大きなロータリーが配され、 その中央の広場には後に著名アメリカ人の名前が付けられた。ランファンは幅の広い大通りも入れており、現在ナショナルモールが占める場所の中心となる東西軸に考えていた。ランファンはまたやや狭いアベニューでフェデラルハウスとプレジデントパレス、ホワイトハウスを結ぶことも考えた。字の経過でペンシルベニアアベニューは現在の首都の大通りに発展した。 この都市計画には、運河も含まれており、その一つは、ジェンキンスヒルのふもとにある、議会議事堂の西側近くを通っていた。この運河は、タイバー、クリークの水路を一部使いしの中心を横切り、ポトマック川と東支流の両方をつなぐことになっていた。ランファンは、道路の格子を、幕府線に接するところから始まる、境界通りまでしか引いていなかった。 1791年8月19日、その計画をワシントン大統領に提出した。ランファンの都市計画図。1792年にエリーコットが改定したしかし1792年、ワシントン大統領は、ランファンが3人の委員に従わず、都市の建設を微細に管理しようとしたために、連邦の業務から解任した。さらにランファンは、 その計画を時期を得たやり方で出版できなかった。ランファンの解任に続いて、ワシントンと委員たちは、測量を行ったエリコットに、首都の計画と設計を完成させるよう指名した。ランファンが落胆したことに、エリコットはすぐに、都市計画を書き換え、マサチューセッツアベニューをまっすぐにしていくつかの広場や、通りを外し、通りの名前を決めた。 ランファンとは異なり、エリコットは自身の計画の番を作り、印刷し配布させた。その結果、エリコットのワシントン市の計画が首都のその後の発展の基礎となった。1800年、政府所在地がついに新市に移動し、1801年2月27日、コロンビア特別区基本法により、特別区とワシントン市、ジョージタウン及びアレクサンドリアは、 連邦議会司法権のもとに入った。この方では特別区内の自治体に入っていない領域を二つの軍に入れた。ポトマック川北東岸のワシントン軍と南西岸のアレクサンドリア軍だった。1802年5月3日、ワシントン市はアメリカ合衆国大統領に指名される市長が統治する地域政府を認められた。コロンビア特別区は施設の改良や 経済発展に対する支援を連邦議会の指導力に頼っていた。しかし、議会は、都市住民に対して、忠実さにかけ、支援を行うことに気乗りしていなかった。米英戦争の時、ジェームズ・マディソン大統領と建国から日が浅い、合衆国政府は、特別区から逃亡することを余儀なくされた。 イギリス軍の遠征は1814年8月19日から8月29日まで行われ、組織立ち活発に遂行された。24日、首都防衛のためにブラーデンスバーグに集められたアメリカの民兵隊は打ちまかされる前に首都から撤退した。8月24日、イギリス軍は首都を焼き、この戦争でも最も著名な破壊行動となった。 ホワイトハウス、議会議事堂、武器庫、海軍造船所、財務省、ビル、陸軍省及びポトマック川に架かる橋など、重要な公共の建築物が焼かれた。しかし、イギリス軍は、南東区八番街と相通りにある海兵隊宿舎は、焼かなかった。ブラーデンスバーグの戦いで戦った、海兵隊に対する敬意からこれが除外されたと、言われている。 1835年の DC。1846年にポトマック川南西岸がバージニア州に完付された。首都がポトマック川の北に配置されてほとんどすぐにポトマック川の南アレクサンドリア軍の住人からバージニア州の司法圏内に戻してほしいという西岸が始まった。 時の経過とともに特別区からアレクサンドリア分離の動きは大きくなり、いくつかの理由が挙げられた。住民投票の後で、アレクサンドリア軍の市民は、連邦議会とバージニア州に、バージニア州復帰の請願を行った。1846年7月9日の、連邦議会法とバージニア州議会の承認により、ポトマック川南の地域が返還され、 1847年からバージニア州に復帰された。復帰された土地はバージニア州アレクサンドリア軍と呼ばれ、現在ではアレクサンドリア独立市の一部とアレクサンドリア軍の後継であるアーリントン軍の全部となっている。復帰された土地の内川沿いの大半はジョージ・ワシントン・パーク・カスティスの所有地であり、カスティスは復帰を支持しアレクサンドリア軍のために バージニア州議会での認可成立に貢献した。この土地はその娘に渡され、最終的にアーリントン国立墓地になった。ワシントンは1861年に南北戦争が勃発するまで、暑い夏には秘書のため事実上脱出する者も,もおり、数千人の住人がいるだけの小さな町だった。エイブラハムリンカーン大統領は首都を守るために、 ポトマック軍を創設し、数千の兵士が地域内に入った。戦争を遂行するために、連邦政府が大きく拡張したことと、その遺産として、退役軍人保障などが、主人公の顕著な成長につながった。特別区内の奴隷制は、リンカーンが奴隷解放宣言を発する8ヶ月前の1862年4月16日に、 保障会方法の成立で廃止された。戦争中、ワシントン氏は艦上に配置された砦で守られ、南軍の攻撃の大半を阻止した。唯一著名な例外は1864年7月のスティーブンス砦の戦いであり、南軍ジュバルアーリー将軍の指揮する部隊を北軍兵が撃退した。この戦いでは、リンカーンが、 戦場視察のために砦を訪れていたので、リンカーンは唯一人的の放火の下にあった、大統領となった。1865年4月14日、終戦から数日も経たない時に、リンカーンは、フォード劇場で、我々アメリカのいとこを見ている時に、ジョン・ウィルクス・ブースに撃たれた。翌朝午前7時22分、リンカーンは通り向かいの家で死に、 アメリカで初めて殺された大統領となった。陸軍長官、エドウィン・スタントンは、今彼は時代に属していると言った。ペンシルベニア・アーベニューの新聞社外、1874年、アレクサンダー・ロビー・シェパード連邦議会は1871年に、コロンビア特別区基本法を成立させ、ワシントン市ジョージタウンを呼び、ワシントン軍の認証を取り消し、 コロンビア特別区全体で一つの自治体に集結させた。この方では都市の改良のために公共事業局も定めた。1873年、グラント大統領は事業局の最も影響力あるメンバーとしてアレクサンダー・ロビー・シェパードを知事に任命した。この期間、シェパードは自然体の再生計画を作り、 中でも通りの舗装や下水システムの建設を進めた。しかし彼のともすれば、急進的に過ぎる取り組みは、公共事業局の廃止と、連邦議会による直接統治への移行につながり、連邦議会による特別区の統治は、その後一世紀も続くことになった。1880年代初期、ワシントン運河が埋められた。当初タイバークリークを延伸して、 議会議事堂とポトマック川を結び、現在コンスティチューションアベニューがあるモールの北を走っていた。しかし、国の物流が鉄道に移り、運河はよどんだ。下水溝以上のものではなくなり、撤廃されることになった。運河を思い出させるものが今でもある。19番街とコンスティチューションアベニュー近く、モール沿いに石造りの建物二棟がある。 運河通りという名の道もあり、議会議事堂から南にアナコスティア側まで続いている。ワシントン記念塔は40年間の建設期間を経て1888年に開設され、建設当時は世界一の高さの建造物になった。市内に記念碑を展開する計画が作られ、フレデリック・ロー・オールムステッドやダニエル・バーナムといった著名人物が関わった。 しかし、リンカーン記念館やナショナルモールの他の構造物は20世紀初めまで進行しなかった。この時代のワシントンで最も重要な建築家の一人は、ドイツ移民のアドルフ・クルスだった。1860年代から1890年代にかけて、クルスは、市内に80以上の公共及び、民間の建物を建設しており、国立博物館や農政省、 サムナーフランクリン学校などがあった。1901年、前年に連邦議会が創設したアメリカ合衆国上院コロンビア特別区公園改良委員会がワシントン DC の再開発のための建築計画、マクミラン計画を作成した。委員会は実現されなかったランファンの1791年都市計画に刺激された。委員たちはパリ、 ロンドンを呼び、ローマといった、ヨーロッパの首都にある荘厳さを模倣しようともした。また重要な記念碑的建築で貧者の中に、市民道徳を作り上げようとした、進歩主義の考え方である、都市美運動にも強く影響された。マクミラン計画は、多くの点で、都市再生を行うものであり、議会議事堂を取り巻くスラムの多くを取り去り、その後に、公共の記念碑や、 政府の建物を置こうというものだった。この計画でナショナルモールやダニエル・バーナムが設計したユニオン駅ができた。この計画の実行は第一次世界大戦で中断されたが、1922年のリンカーン記念館の建設でほぼ完成された。1922年、日カボッカー豪雪で18インチの積雪があり、サイレント映画館。 日下ボッカー劇場の屋根を押しつぶすという、これまでにない自然災害が起こった。合衆国会員議員一人を含む98人が死亡し、133人が負傷した。1932年7月28日、ハーバート・フーバー大統領は、アメリカ陸軍に、以前に退役軍人に約束された手当を確保するために、ワシントン DC に集まった第一次世界大戦の、 退役兵、ボーナスアーミーの強制退去を命じた。アメリカ軍は翌日ボーナスアーミーの最後のものまで排除し子の反乱を武力鎮圧した。1954年に合衆国議会議事堂、発砲事件が起こり、4人のプエルトリコ人民族主義者が会員の議場に入って発砲した。5人の議員が負傷し、そのうちの1人は重傷だった。 ワシントン DC の公園やレクレーション施設は1954年まで人種隔離されたままであり、その後間もなく公立学校の人種差別撤廃が進んだ。市の教育委員会がジョン・フィリップ・スーザ中等学校を建設し始めたとき、アナコスティア側近在の親の集団が学校に黒人も白人も学生を受け入れてくれるように請願したが、 学校が観光した時教育委員会は白人のみが入学を許されると宣伝した。親たちは訴訟を起こし、それがボリング対シャープ事件に対する合衆国最高裁判所の記念否定判決につながった。憲法で規定される特別区の得意な事情もあって裁判所は全員一致で特別区の公立学校はすべて人種差別を なくすべきと裁定した。この後、1954年のブラウン対教育委員会事件でのやはり記念碑的判決が出て、ドワイトディアイゼンハワー政権は全国の他地域に対する先駆けとして特別区の公立学校を初めて人種差別撤廃させた。1957年、ワシントンは合衆国の主要都市としては初めて黒人の人口が 多数派となった。リンカーン記念館前の公民権運動更新参加者、1963年8月28日1963年8月28日、ワシントンはアメリカ公民権運動の中心部隊となり、ワシントン大更新とリンカーン記念館でのマーティン・ルーサー・キング・ジュニアによる有名な私には夢がある演説が行われた。 1968年4月4日のキング暗殺に続いて言う通りで始まりコロンビアハイツなど周辺に広がったワシントン暴動で街が破壊された。社会的動揺により白人だけでなく黒人中三階級までも市中心部から追い出し中心街や都心の企業を出て行かせることになった。1961年3月29日に 批准されたアメリカ合衆国憲法修正第23条により、ワシントン DC の住人は、大統領と副大統領を選ぶ、選挙人を選出する権利を与えられた。この修正条項では、大統領と副大統領の選出に関連する、すべての目的で、コロンビア特別区は、州と同じように扱われるとされた。具体的には州であれば認められる数の選挙人を、 選出できるが、最も人口の少ない州の選挙人数を超えることは、できないとされた。しかし、最も人口の少ない州の選挙人数は3人であり、コロンビア特別区の選挙人数は、最低3人となっている。コロンビア特別区が州であれば、合衆国議会上院に2人、会員に1人の議員を送ることができ、合計の議員数は3人となる。このために、 コロンビア特別区には3人の選挙人を持つ資格があり、これがいかなる州も持つことのできる最低の選挙人数である。しかし、歴史の中ではコロンビア特別区が州であれば4人の選挙人を持てる時期があったし、今後も可能性がある。それが州ではないので、最も人口の少ない州の選挙人数を超えることはできない。 現在選挙人数3人の州は7州あり、近い将来にその状況は変わりそうにない。1973年、連邦議会は、コロンビア特別区自地方を成立させ、新しく直接選挙される市議会と市長に、権限のいくつかを委譲した。選挙民は、ワシントン DC の最初の選挙で選ばれた市長として、ウォルター・ワシントンを選出し、 アメリカの大都市としては最初の黒人市長になった。連邦議会との予算と幹線道路建設について何年にもわたる辛辣な論争の後で1976年3月27日、ワシントン DC では最初の地下鉄4.6マイルが開通した。1978年3月9日、ライフル銃を持ったイスラム教、ハナフィー学派の12人が 市役所、ユダヤ人共済組合本部ビル、海峡とセンタービルの参加所を選挙。一時は市長や議長を含む100人以上を人質に立てこもる事件が発生。イラン、エジプト、パキスタンの大使が仲介に入った結果、同年3月11日に瞳全員が解放されたが、事件を通じて2人が死亡し11人以上が負傷した。 1978年、連邦議会は、コロンビア特別区選挙権修正条項を各州での批准のために送った。この修正条項は、州と同じように、コロンビア特別区が、下院議員、上院議員及び選挙人を選べるようにするものだった。提案された修正条項は7年間の批准期限が設けられており、その期限が切れるまでにわずか16週しか。 批准しなかった。1978年、マリオン・バリーが民主党予備選で現職のワシントンを破った後で2代目の市長に選出された。バリー市長は青春まっさりの者たちへの雇用機会創出を実行したことで特別区の低所得層に人気があった。バリーの時に始まった青春まっさり雇用計画は今でも続いている。 バリーは3期目の1990年1月18日に FBI のおとり捜査中の抗生新薬の使用で逮捕された。重罪告発では無罪となったが、国会に所持の経済では有罪となり6ヶ月間収監された。1991年1月2日、シャロン・プラット・ケリーが市長に就任し、合衆国の大都市かつ重要さのある都市では、 初の女性黒人市長となった。マリオンバリーは1994年の予備選挙で、ケリーを破り、再度市長に選ばれた。しかしその4期目は、財政がほとんど破綻し、連邦議会が作った特別区、財政統制委員会に、自治権の多くを奪われて、政治的指導力が低下したままに終わった。しかし、この期間における最も大きな変動は、 バリーの権限に直接影響しなかったが、特別区公営学校に関わっていた。1996年秋、学校の監査官と特別区教育委員会に選ばれていた全員が永久にその任を解かれた。一人の退役したアメリカ陸軍の将軍が公営学校の暫定最高執行役員として務めることになった。バリーは再選を求めて出馬することはなかった。 その次の市長は、イエール大学での弁護士、アンソニー・ウィリアムズであり、統制委員会により、市の最高財務官に指名されていた。ウィリアムズは1998年に選出され、2002年には、その選挙運動での不手際と不正と考えられる、ことによって、候補者名簿から外されていたにもかかわらず、記名候補者として再選された。 ワシントン地域は2001年9月11日の同時多発テロ事件で主要な目標とされた。ハイジャックされた航空機1機はワシントンから川向こうにあたるアーリントン郡のペンタゴンに突っ込んだ。この衝突で機上の64人と地上の125人が殺された。ペンシルベニア州で墜落したユナイテッド航空93便のハイジャック犯人は ホワイトハウスか議会議事堂のどちらかを狙っていたと想像された。この日以降、多くの人目を引く事故や安全に関わる強行状態がワシントンで起こった。2001年10月、多くの議員たちに送られた炭素金を入れた封筒、いわゆる2001年炭素金攻撃で31人のスタッフが感染し、ブレントウッドの仕分け施設で汚染した封筒を扱った二人の 郵便局員が死んだ。2002年10月の3週間、ベルトウェイ狙撃者攻撃で、ワシントン地域の住民の間に恐怖が広がった。10月24日に、ジョン・アレン・ムハマッドとリー・ボイド・マルボが逮捕されるまでに、明らかに、無作為20人が殺され3人が負傷した。2003年と2004年、 連続放火犯が主に特別区とメリーランド州内陸の郊外で40カ所に火をつけ一人の老女を殺した2005年4月にファストフード店支配人トマス・エース・ウィートが連続放火容疑で逮捕され6月には有罪を認めた2003年11月ホワイトハウスの郵便仕分け室で毒性のあるリシンが見つかり2004年2月には 上院多数党員内総務、ウィリアム・フリストの郵便室でも見つかった。2001年9月11日の同時多発テロ事件以来、ワシントンでは防衛手段が増やされた。生物在除去装置、金属探知機及び車両障害物が今ではオフィスビルや政府の建物のあちこちに見られる。2004年のマドリッド列車爆破事件の後、地元当局は、 脆弱なワシントン地下鉄で爆発物探査機を試験することにした。疑義のある化学物質や粉状物質あるいは爆発物と疑われるものによる誤報のために建物、地下鉄駅及び地元の郵便局でかなりの回数避難を促すことになった。パキスタンのアメリカ軍がテロリストの隠れ家と疑われた家を襲撃すると7年前のワシントン DC ニューヨーク市及びニュージャージー州ニューアークへの攻撃に関する情報が見つかった。それは、情報機関の職員に向けられたものであり、2004年8月1日、国土安全保障長官は市内にオレンジ警報を発した。数日後、議会議事堂周辺や米国国務省金号には検問所が設けられ、議事堂のような、勝手は自由に近寄れた。 記念物にも塀が建てられた。ホワイトハウスのツアーは、議員が手配したもののみに限られた。生物材除去装置、金属探知機及び車両障害物は、オフィスビルや、政府の建物だけでなく、輸送機関にも備えられた。この極度に緊密な安全保障手段によって、ワシントン要塞とも言われた。 多くの人々は7年も前の情報に基づくワシントンの囲い込みに抗議した。議事堂周辺で始まった車両検査は2004年11月に撤廃された。ありがとうございます。